度使ったインプラントは再使用するなんてことはありえません。これ自体は犯罪ですので、前にまあ、中部地方の方で1人逮捕された方もいらっしゃいましたが、インプラントは再使用は絶対にしてはいけないものです。というのはインプラントはすぐに汚れるからです。チタンの表面には細胞がくっついていますので、他の人に使用したインプラントを再使用することは絶対にあってはならないことです。埋入時に間違えて例えばインプラントを外に出してしまいっていう、未使用なんだけど、まあ、その包装紙から外に出たなんていう場合も、再滅菌しなければ使うことはできません。私どもでは埋入直前にさらに表面の汚れを光非濃化によって取り去り、簡単に言うと炭素の汚れがつくんですけど、これを取り去ることでインプラント体の接着性を上げる技術を使っております。そういった面では常に滅菌された、最高の状態で滅菌されたインプラントを使用させていただいています。本日は以上です。